はい、山本一郎でございますこんにちは皆さんチャンネル登録とコメントのよろしくお願いしますということでね今日話をしていきたいなと思うのは例の日本大学の件がね色々いろいろ続報が出てきて大変だぞって話なんですけどねまあねなんていうのかなもう昔からあった話ですからね あの田中英寿さんっていうまあ理事長の方の問題っていうのはまあそれこそ本当に14年越しだっていうのはこのチャンネルでも前にお話をした通りだと思うんですけどもいや本当昔からある話であの日本大学が大変だよって言ったらねど,ど,のどの問題ですかみたいな感じになるんですよね。そこは僕らもそのこうずっとその話をいろんな方から聞いててそれこそ理事長がその自分たちの派閥争いをしている頃からいろんなそのね実弾が飛び交う話それもそのお金の方のソフトな実弾とですね どっちもいろいろあってですね。で、さらに、司は忍組長とのツーショット写真とか、そういう話があって、まさにそのハードな方のね、えー、まあ、ぶん殴りがあってみたいたりとかするとですね、やっぱ皆さんね、気がこうね、ピッと引き締まる感じですよね、これね。あ、俺も頑張んなきゃな、みたいな感じになりますよね。やっぱその辺はやっぱりこう、まあ、ジャムミチャヘビってあるじゃないですけど、まあ、その辺りの話ってもう前からあったんですよね。 そのじゃあ今更何を言おうとしてるのかとかそのどういう形で、ね、問題が弾けるのかとか、まあ、いろんな方がこういろんなところから取材をされている最中だと思うんですけども,もうかなりまあネタとしては出てるわけですよねそれこそ,そのもう4年ぐらい前ですか在店で,です、ね、時藤さんというジャーナリストの方がその、ね、日大の,その板橋病院に関する記事を書いていてです、ねまあ、これはまあ,ある程度正しいと思うんですよ、まあ、我々もこういう話を途中から聞いていて実際それに近い形での着地があったんだろうと思っているわけなんですけども。 まあ日本設計があって、日本設計の OB であるその板橋区長のね坂本武さんというのがいて、この方が日本設計使えということに日大に言って、そうでなかったらその認可下ろさないぞという話もして、日大を困らせた一件なんてのもやっぱあって、そこは本当にこう各職員の方とか、もうみんなその騒然としてたわけですよ。それがそのまあもちろんね えーまあ、そういう話が具体的にあったとするならば問題だよねということで、まあ、ジャーナリストだけじゃなくて、えー、関係の方々とかもしくはその一部当局の方々とか、まあ、いろんなご相談があってその、ね、私なんかもそのあたりをふよふよ聞いてたんです山本君これ知ってるとか言われてです、ねまあ、いろいろな話聞くわけじゃないですかでそれはもう前のチャンネルでも申しましたの、ね、でそのぜひもう一回見ていただきたいんですけど、えー、千代田区もあったしその千代田区に関しては石川雅美さんという、ねえーまあ、面白区長がいてです、ね、その面白区長の,その周辺で、えー、日大駿河台病院の建て替え その辺りの話もあったりとかあと理工学部科の戦いなんかでもやっぱりいろんな話があったよというのは聞いていてですただそれがじゃ違法かって言われると、うん、じゃ違法だという証拠は 明確にはないあのそこにこう例えば本当に具体的に金が動いたとしたもですねいわゆる区長の周辺に動いたとか何かそういう話があったというよりはむしろその日大事業部の話なのであってその日大事業部の中で問題を起こしたとするのなむしろその日大の組織の中の問題ですこの組織の中のガバナンスの問題である以上はです、ね、日大の中で問題だと言って指差し確認をして情報提供する人がいてそれで例えば記事になりました裁判になりましたそこでこう誰かが証言してくれない限りはですね、まあ、なかなか事件化しないですよね。この後にも 含めて考えるとそのまあよくやってるとかうまいぐらやってるよねっていうのはそのギリギリのセだからなんですよねもちろん今となってはですね司信組長との通商と写真が出回ってですねそれこそそのあの外信でねえ海外のメディアがわーわー言ってそれをその国会で質問されてなおひっくり返らないっていうのはなぜかというとそれは文部科学省だとかまあその辺周辺のそのね当局の方々がもちろんあれは単体は問題かもしれないけどそれを持って首を取るというところまで行かないということがまあそのバックグラウンドあるんですよでさらに言うとそのまああの 理事長は出る前の前の大の,、まあ、あの方ですよねそのまあ誰とは言いませんけどその方々のいた頃っていうのはもっと日大まずかったですよ。 あんまり言いたくないけども、日大って昔からもっとひどかったんですよ、という話はやっぱりあるわけですよね。それこそ,そ、日大のキャンパスを増やしていくにあたっての土地取引だったりとかですね、そこでね、西武グループがどうのこうのとかですね、さらにさまざまなねところで、日大がその頑張ってやっていくにあたってですね、まあまあ、それこそね、日大に対してね、口利きで裏口でっていうのもまあどうなのかなと思うんですけども、そういうことがまあ過去にあったぞという話があったときに、それを具体的に、どの理事がその日大学部に何人入れるか、ら え、一人何千万円の上納金でとかって言っていた頃の時代があるわけですよ。で、そこから比べればです、今、その、まあ、悪しきとはいえ、その日大は。曲がりなりにも財政が整って、えー、マンモス校としてやれるようになったよね、っていうのは、やっぱり相撲部の。 功績ながらですよでだからそのなかなかね、えー、もちろんその相撲部にやられた人たちからするとうちのなんかこんなんなってましてっていう情報提供するんだけどでもジェネラル日本大学の中で言ってる人からするとそれこそそのね亀井静香さんの話があってみたいとかあとそのね森喜朗先生の話があってみたいとか、まあ、そういった頃の,の話ってのはそのはガンガンあってでそのガンガンある中でより凝縮された問題というのはその、まあ、井上口さんとかね、まあ、そういう面白い人たちが出入りしていた阿佐ヶ谷の日大事業部の話で本当小料理屋です で,すよでそのこ売上げ。 まあ僕らもそのねその、まあ、週刊誌記者の方と一緒にね話を聞きに行ったりとか何べんもありましたけれどもでもまあ話聞いてるといきなり事件化は難しいなとでこれをその事件化してね、えー、具体的な証言も持って、えー、じゃあ何かその具体的に火放ってこうどうのこうのっていうのの話はまあなりづらかろうとでそこにはその当然文部科学省の,その、まあ、高等教育の問題があってみたいとかもしくは医学部の定員をどうするのか問題があってみたいとかさまざまな利権の問題があってさまざまな利権の問題の中でその日大っていうのはごく本当に限られた あの日大の中の話だったんでそうに関してはどうしても御点に回らざるを得ないとそれこそ14年前から分かっていた問題だったんだけれどもその前から悪かったのでその前から比べればより健全化された日大でしょとたとえその司信のさんとの写真が出たとしても前に比べればまだマシでしょみたいな話になるとですねえー、そうなのみたいな感じになるわけですよね。 まあそこは、あのまあ、なんていうのかな、そのまあ、我々が、ね、何を思って良しとするかという当局の人間ではない以上は、ですね当局がどう判断するかで、その右左に動く柳のようなものなわけですよ。知ってても、別にそれが事件化しなかったら言いようがないわけじゃないですか。で今回、ようやく事件化するぞとってガサ入りが入ったので、ようやく、ね、皆さんの前でこうやってお話ができてるわけなんですけど、やっぱ当局がある程度言ってくれなかったら、ですねファクターに一生懸命、ね、ネタ提供したって、そんなファクター騒いで駄でしょみたいな、ね、ましてその、まあ、経験新聞とかね。 ぶん殴られてるわけで「すよねで経帝新聞」ってさ花房五郎先生のねほ,ほんとお膝元でやってるジャーナリズムだったわけじゃないですかそんな役座絡みのところがぶん殴られるわけですよ <laughs> そんなところと、ね、対峙できるかよみたいな話にやっぱなると、まあ、そこら辺はなかなかこうね難しいのかななんてこと思うんです。でここに来てそのね 優秀の州にね書いと書いてまあ日本では二番目に大きい医療グループですねまあそこがその医療コンサルとして日大食い物にしていたということがまあ一部報道機関から改めて出るようになりましたこれも在店書いてましただからそれはあもう前からみんな分かってたよねというふうに思うわけですけど他方他方まあこれだけな話じゃなくてですねまあそこにはいろんなそのフェーズがありますこのフェーズというかですねも、まあ、そこの医療機器の選定とかもしくはその納入の計画とかでそれは本当にねあのまあいろんなその検査機器であるとか。 もしくは治療に使うための,その、まあ、重機を入れるための場所をどうやって設計するかとかそれこそエレベーターの配置から酸素の出し方までいろんなところまでこうあの病院っていうのは考えておかなきゃいけないとで今回その一部報道で、まあ、もう出たのかな日大板橋病院ではその250億円の建設費用の約10%がそういう医療コンサルおよびその周辺事業に対して流れたと、まあ、設計だとか医療コンサル流れたということでさらにそのうちの2億4000万円ぐらいがその裏金として 出たんじゃないかというような話になってるわけなんですけれども、えー、その医療。 コンサルを打つときに出たところが、その、まあ、まあね、ニシキコンサルティングという、その会社さん、それと、ニシキフーズという、そのケータリングの会社ですよね。これの長期契約があるんだみたいなことで、まあ、言われてる話が出てます。ただ、それが、じゃあ違法なのかって言われて微妙なんですよ。あの、あのなんていそれ単体で、じゃあ他に、こう、いろんな事業者を選定するにあたって、その随意契約だとか、そのお手盛りだとか、なんかだって言ったところで、その民間の、 まあ民間で学校法人のまあ発注にすぎないのでこれがね官公庁だったらそれは当然随意契約はダメだちゃんとした入札しないとダメだったらあるかもしれないですから医療法人でもないその学校法人の中の付の属大学病院ですからそこはその私の話なのでそのプロセスのガバナンスの問題ってあくまで学校の法人の中の問題なんですよ。でそこがその背任だよとかもしくはそこで裏金があって言ったところでそれは学校法人の中から何らかの告発状があってみたいとかもしくは関係者の からその不適切な支出があったと、でそれはその実用の横領ではないか、もしくは背任ではないかというところが具体的な権利になってくれない限りは事件化しないわけですよで、そこが観光庁と大きな違いがあるところだと、でさらには今回その、ね、一部報道でも出ましたけれども、そのまあ、国から220億円ぐらいお金が過去出ていたと、でそれについて公的な資金が、まあ、出ていたものに対して、女性も含めて出ていたのに対して、きちんとしたその会計が、ね、公開されていないんじゃないかという話が出ていました。これも やっぱりグレーだというか微妙なところでそれそのものの目的のためにお金をついあの公的資金を投入したのであればそれ確かに報告義務もあるんですけれども日本大学全体に対して出ているその補助金なわけですよねでそのうちその医療関係の,その、まあ、奨励金というかね、まあ、女性として出ているものに関しては7 7億円でこのお金がそのじゃあ全額その検察の適正,適正な費用として計上されるべきものだっていうふうに出ない限りにおいては事件化できないわけですよね 民間の話なんだから別に適正な入札を経ていないというふうに言われてもそれは中のガバナンスの問題でしょうとそこはそのいきなり違法だと言われてもそのステークホルダーからその例えば刑事告発なり何なりがそのあってそこからの話じゃないと難しいんじゃないのというふうになるとそこでねなかなか難しいのかなというふうに思うわけですよね。 で、あのまあ実際そのまあ錦に関してですね、錦コンサルティングに関してはそのやぶもさんという一族ですね。で、まあここはそのまあ確かに名前出てるし、まあ非常に有力なその医療グループでやると、まあ特集会に次ぐ規模というふうに事にまあなってます。あの大阪と兵庫で非常にこう強い地盤を持っていてまあ非常にこう世話になっている方もいるんじゃないかと思います。あのそこはそのまあ非常にこうまあなんていうか堅実な経営をしている医療法人だっていう人も少なくないので、そこに対しては何か含む。 ところはないんですけれどもただ一方で、えー、まあ地元のね、えー、まあ中山さんっていう <laughs> あの大阪のおまあ議員さんに対するそのスポンサーであると、詐欺その安倍晋三さんに対してもです、ねえー、まあお金をその提供していたんじゃないかということをまあ言っている人がいます。まあ、実際その、ね、政治資金の報告書を見れば、そういう話は出ているのかもしれないですけれども、まあ、実際そこら辺で安倍さん絡みだと。 でその安倍さん絡みで、えー、まあ本件出ているその案件である以上はですね、まあ、森掛桜よりもはるかにねあの質の悪い問題なんだということを、まあ、あ叫んでるジャーナリストの方少なくなくいらっしゃるというふうに思います。でこれはあのもちろんその左翼の人たちとかそのいわゆるその権力批判をするマスコミからすると当然その辺は追及していくところなので私もまあ興味持って見てるんですけれども、まあ、ここで問題になるのは昨年そ,その摘発できる可能性があったのにやらなかったのは。 例のねマージャン事件で一、まあ、回ね首取られた形になってるその黒川さんっていうね黒川イロムさんっていう検事生だったかながそ,のそういう話をもみ消したんだという話があるんですけどちょっとその辺りの話は私も知りませんまあそういう話がもしあったとするならばそれは問題だと思うんですけども、まあ、事件化するっていう話が聞こえてきたのここ23か月ぐらい前からで、えー、本当に具体的に何かできるぞっていうのが出たの本当ね、えー、ここ、まあ、9月入ってからだと思うんですよ。 それは本当ほとんど全てのマスコミにしよい読んで調べたとしてもそのぐらいの感じだと思うんですよね。なので2年前にその摘発の話があったかって言われると僕らは知りません。だからそこはもし黒川さんのお話が本当になるとするならばそれはもちろんねその書いた人は大金星ですよねあの。要は自分のスポンサーであるそのまあ金集会の籔本さんが やられそうになっているので、それを黒川さんという、その、まあ、なんていうかな、こう、あの、検察王の、その、まあ、アイメッドの人を国民に押さえて、安倍政権が問題の負担をしたということになれば、それ大スキャンダルですよね。そこまでいければ、詰められれば、そのマスコミは大金星だと。 いいうふうふに思いますねちょっと私もそこまで入り込めてないのでよくわからないなっていうのはまあ正直なところでもちろんそれ以外のね、えー、まあ変なその解体業者さんの話とかね、まあ、そこでこ4,000万円ぐらいお金が消えたとかいう話はまあある程度ね耳にはしてるんですけどそれとこれとはちょっとまた違う話なんでまあなんかそっちの辺でねうまく惚れるそのね、えー、本当に優れたジャーナリストの方がですね単身突入して、えー、ね情報を取って帰ってきてくれればですねもう金一封のどころじ済まないぐらいもうッキド事件並みぐらいの子はすごい大気持ちになる可能性があるのかなというふうに 思うんですけどねちょっとそこまでの話は私も知らないので、誰かやってくれればいいかなってこと思うんですけどね、そうしたらみんなで、ね、安心してやりもってね、完全に突入したいですけどね、情報出せとか言ってね、やりたいですよね。ということでですね、皆さん、その辺りの話もね、送り切りあるんだよってことはぜひ知っていただきたいんですけど、ちょっとまだよく分かんないってところも含めてですね、そんなもんなのかなというふうに思っていただければまあいいかなというふうに思います。はい、ということで皆さん、ご関心がある方はぜひ引き続きあのこのチャンネル以外でもですね、いろんなところで報じられると思うので、ね、ぜひあの正座して待機して見ていっていただければと思います。どうもありがとうございました。失礼します。 you.